NTT ドコモドコモスマートフォンドコモウィズシリーズドコモウィズシリーズは2011年10月18日に発表された NTT ドコモによるスマートフォンの分類の一つであるドコモスマートフォンのサブカテゴリーにあたるドコモはソフトバンクモバイルが日本国内で当初独占販売していたアップルの iPhone の爆発的普及を受け これに対抗するためスマートフォンのラインナップを段階的に充実させ2009年に独立したラインナップドコモスマートフォンとして確立したしかしその後同業他社を含めてスマートフォンの普及が進んだことから2011年当期の年時代変更に際し従来型携帯電話の上位シリーズを全廃しスマートフォンを主力に位置づけた上で機能別にドコモウィズシリーズ ドコモネクストシリーズという2つのシリーズに分割する措置を取った。Wiz は、ワンセグ、お財布携帯、赤外線通信、防水などの従来型携帯電話に搭載されていた定番の機能をスマートフォンにも付け加え、その機能を利用したいという顧客向けのスマートフォンのカテゴリーである。豊富なカラーバリエーションやコラボレーションモデルなどをラインナップする予定としていた。 しかしスマートフォンの普及が進むにつれ、海外メーカーも含めて高機能機種でありながら、柄系機能も充実した機種が多くなり、もともとはネクストだった機種の後継機種が、Wiz から発売されると、その線引きが次第に曖昧になっていった結果、2013年夏、モデルにて機種ラインナップが見直され、Wiz とネクストは廃止となった。2013年夏モデル以降に発売される端末は、 すべて、ドコモスマートフォンとなる。最後までウィズの機種が発売されなかったのは、サムスン電子のギャラクシーシリーズとブラックベリーの、ブラックベリーシリーズのみとなった。2012年2月には、ウォルトディズニージャパンと協業したディズニーモバイルオンドコモがラインナップされた。なお、ディズニーモバイルオンドコモシリーズはドコモでは、ウィズのサブカテゴリーとして扱われている。こちらもウィズのサブカテゴリーから、 ドコモスマートフォンのサブカテゴリーに変更されている。ちなみに、2017年6月から新たに提供開始された割引サービス、ドコモウィズとは全く関係ない。2012年3月26日に Android 4.0へのバージョンアップ対象機種と検討している機種が発表された。2012年7月2日に検討機種のうち、ディズニーモバイルオンドコモシリーズのバージョンアップと、 マイナス -12C x p e r i a 0のバージョンアップ見送りが発表された。2013年5月8日に Android 4.1、4.2へのバージョンアップ対象機種が発表された。なお、2013年春モデル以降のバージョンアップについては、詳細が決まり次第発表される。以下の端末では、バッテリーの取り外しができず、バッテリーの交換は、ドコモショップへの持ち込みで預かり修理となる。 バッテリーの交換代金は以下の通り、ドコモプレミアクラブの修理代金サポートも対象外のため全額実費である。ありがとうございます。